さん、こんにちは。咲夜です。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。本日ご紹介するレクリエーションは、ハートゲッターです。用意するものは、今動画に映っている紐を2本。そこに、ハートの絵を描いて、切り込みを入れてあります。ここまでですね。で、10、30、50、100と、今日は点数を用意してあります。そこに、トイレットペーパーの芯を下の段に通してあります。トイレットペーパーの芯の中にはビー玉を2つ重りとして入れてあります。ゲームの方法は簡単で、お客様の手の届く高さにこれを設定してもらい、お客様にこう投げていただくということですね。100まで、行ったら100点。今10点だけを射抜いたので、10点ということになります。すごく簡単なゲームですが、物を投げるという動作の時に使う筋肉は普段あまり、使わないので、機能訓練としても、とてもいいゲームだと思います。ぜひ、取り入れてみてください。本日はハートゲッターというゲームのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。